株式会社ムータ自動織機、三井物産株式会社、三井物産フォーサイト株式会社、トヨタ紡織株式会社。And I'm trying to, especially if Gardner's on the court, I'm going to try to stop more. Make him back, make him take a dribble back, but there's one on one defense on that today. I'm going to try to work on the next one, so I'm going to try to work on the next one. The back side is the last one.So weak side appeal switch is sometimes not working, so it's gotta be ready. 良かった時はやっぱ逆サイからしっかり出て、そのローテーションもちゃんとできてた。So when it's working, so ちょっと控え気味になってるゾーンに関して。Be aggressive. あ、アグレッシブに行こう。進んでる方向は間違ってないです。Yeah, we're going to the right direction. 本当自分たちの調整の部分だけだから。Just like that, little adjustments. 大丈夫、明日しかやり返して。Wasn't good enough today. 今日はもう足りなかった。And rebounding. I think offensive rebounds I had. リバウンド、相手18本。可能性を証明しよう。言ってることを公開しよう。You can't just keep accepting that it's okay. これで大丈夫っていうのを受け入れちゃダメ。And it's from yourself and from your teammate. からチームメートから。You gotta demand excellence from each other. 素晴らしく、もう高いスタンダードを求めない。We are right there. 本当にすぐそこだ。And they have been playing very well. リズムを取り戻しています。あ、ここもターンオーバーになる。坂本からブランクス、1対1というところ。ここ一つターゲットがいないのがなかなか攻めづらかったという少年生とコーチの話がありましたが、今度はインターセプトから中東フリーだ。残り35秒です。ブランクス右のコーナーからシュートタッチがいいと、2クォーター目も積極的に外から打ってくるという名古屋です。さあ、そして佐藤だ。来た。今日これで佐藤拓磨3本目。そして今日500試合の36歳石井、コーナーからまた佐藤だ。ここ
斉藤、あここは後ろからパスを渡していこうというところですが、また佐藤が空いている。止まらない佐藤拓磨。こういう展開早いチームはもうこの点差ないようなもんだから、本当に。しっかり考えて。じゃあ3つのチーム。目の前のポジション大事にして集中して一個一個目の前のプレークリアしてで気づいたら20分経ってるっていうような感じで。As Takumi said, like this, sport doesn't mean. Basically, defensively, but. で、ディフェンスは優秀なチーム。でもファールは気をつけて。賢く。津田のところには石井康介がマークに行きます。今日も激しいディフェンスを見せている。ここも中には行かせない。おお。24秒というところ。タフショット。中東、左のコーナーに振る。この合わせ、そしてエンドワンだ。連続得点になりました。点差は13点差。いやちょっと試合が決まりかけていたところだったんですが、引き戻しました。ただ中東、手を叩きました。そしてこの後インサイドでの攻防というところは非常に求められます。ここは外というところ、斉藤が狙っていた。ゆっくりとボールを止めて2点を確実に決めます。このターンオーバーかなり大きいですね。ギレソンがボールを持ってしますね。やはり2人行く。そしてインターセプトだ。中東、中東がダンク。愛知ダービーは1勝1敗という形になりました。今ブザーが鳴って94対82、名古屋ダイヤモンドドルフィンズがシーホース三河を破っています。シーズン3、1、2、3、4。